どうも、はい、ということで今日なんですけど、はい、あの僕たちカップル、ね、あのカップルじゃないんでそれやめてくれますか、ちょっとね、いろんなところでちょっとデートやっていくんですけど、デートと思ってないです私。あのちょっと今日はね、普通にお散歩してましたら、看板が目に入ったんで、美味しい焼き芋というふうに書いてあるんでね、ちょっとその焼き芋をじゃあ食べようじゃないかっていう、そのなんかいつも常に一緒にいるみたいな、やめてくれる話になりまして、撮影に向かってる途中に見つけたのね、やめて人聞きが悪い。せっかくだからちょっとね、焼き芋一緒に食べるっていうちょっとデートやっていければいいじゃない。なんでデートに行く、なんかデートの撮影で派生してまたデートできてんの。秋ですね。嫌なんだけど聞いてる季節が何ということで、ちょっと早速ちょっとお店の方が近くにあるのかな、看板があるってことはね、まあそうでしょうね、なんでちょっと探してみましょうか。はい、お芋のなんか種類があるんですね、今あるのがシルクスイートになっちゃう。あ、シルクスイート、あ、本来はこの2種類が、なるほど、美味しそう。いや美味しそう、それじゃあちょっと、買う？いいですね。焼き芋食べたいです確かに。うん、シルクスイート一つ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。400円になります。はい。じゃあこれで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、商品ももらえて。ね、少々お待ちくださいって、まだなんかあんのかな。いや、お釣りっすよ。あ、お釣り。500円。払った。ありがとうございます。すいません。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。そうでしょ、うん、もらえないと困りますから。さあということでね、はい、焼き芋変えたということで、はい、ちょっとここのお店ね、結構なんか茶道にちょっと面しててね、で、まあ屋台みたいな感じなんで、さすがにちょっとここでね食べてたらやっぱ邪魔になっちゃうかなって思うんで、なんかちょっとそのなんか食べやすいところにちょっと移動して、移動した先でちょっとこれを、そうなんか食べていこうかなと思います。あ、分かった分かった、はい、これどこだと、迷惑になっちゃうじゃん。まあ確かに、そうそうそう、だからそういう風になんかその迷惑にならないように、その他のね、場所にその移動して、その移動した先で、分かった、分かった、じゃあ移動しようか。ちょっとこれをね、分かった、先ほど買った、分かったよ、もう分かったよ、もう冷めちゃうから、そっち分かった、移動するのね、じゃあこれしまっときます、分かった分かった、何回言うの同じこと、移動した先で、じゃあ移動しようか、食べたら、焼き芋って別に食べ歩くもんでしょ、大体さ ゆっくり食べれんじゃないかなと思うんで、 なんだこいつ、お前は買わねえの、焼き芋、どういうこと、移動してみましょう。さあ、ということでね、今ちょっと移動しているんですけども、はい、もうよくない、食べてこういうなんか歩いたりしながら食べるのが焼き芋じゃないの。あ、そう、冷えていくんだけど、どんどんこれ歩いてる人生、歩きながら食べる、歩いてる時寒いからダウン取るのが焼き芋なんじゃないの。焼き芋ごと冷えてんだけど今。どうする、じゃあもう、もうよくないここで。いやでもここはさすがになんかちょっとカラフグすぎないか、色の問題、なんかそのせっかく焼き芋なんか風情とかさ、やっぱさ感じたいじゃん。いいよ、もう冷めた焼き芋食べる方が風情ないよ、あったかいのがいいんだからさ、焼き芋って。わかんないのそういうのも。で、焼き芋買わせた、それで。え、なにその今、じゃあそのりなちゃんが持ってる焼き芋どんどん冷えていっちゃってるってこと。冷えていってますよ、だからそう言ってんじゃん、それ。じゃあほら、もっとなんかこう、なんかこすったりして、温めないと。こするでいけないよ、焼き芋。え、熱い石で温めてるに戻んないよ、こするじゃ無理。うん、さあ、ということで、はい、まあちょっとしたなんかね、ちょっと広場的なところがあったんで、はい、ここだったらなんかまだね、ちょっとお店で食べるんじゃないかなって感じなんで。いいよ、別に落ち着き求めてないんだけどね、ちょっとここで和んでいければなと思います。全然良かったじゃん、青と黄色のところで。本当に壁の問題、そう、なんかつべこべさえ言ってたらさ、つべこべじゃなくてなんか冷めちゃう。もう冷めてんだよこれ、もうお前がずっとつべこべってか、もう冷めてんの、ずっと気にしてたよ私それ。せっかくね、一生懸命ね、そのやっぱいや焼いてくれたお芋なんで、もういいよ、いいよ、あったかいうちに食べた方がいいかな。もういいよ、くない、ここでもう私のこと咎めんのよ、くない、ここで食べれるんでしょ、食べようよ、食べよう、もう食べるよ、てか開けてさ、ちょっと食べていこう。咎める時間一番いらなくない、あったか、あったかい、まだあったかかった、あ、よかったよかった、あったか、じゃああったかいうちに食べようよ、うん、しよう、そのまま食べれるの、それ。いや、これ開けないと、開けないと、じゃあその開けて、あ、ちょっともうちょっと、そんないきなり開けたらさ、りなちゃん、ん、びっくりしちゃうんです。は？
何が焼き芋がってこと、うん、すごいメルヘンだね。なんかでこれでこれはもうこのまま食べれるのかな。なんかえこのまま食べます。石焼き芋ってこの皮むかないとじゃないですか。皮むくんだ。じゃあその時はちゃんと言ってあげてね。は何で言った今。だからそのいきなり何も言わないで、うん、ガッて剥いたらびっくりしちゃうでしょ、うん、びっくりしない。なんでその何生き物の手取ってる。だからその剥く時にその剥くよって今から剥くからねっていう風に分かんない。え言ってあげないと。どうして焼き芋に、うん、意識とかないのに。ほう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 。何やってんの今。皮取ってんの。それ言ったちゃんと。言わなきゃいけないのか。言って何？言ってあげた方が丁寧でしょって。うん、今動画も撮ってんだからさ。なんで？なんでだからなんで？これに。じゃあその黙々と。同じですよ別に言っても言わなくてもさ。なんか淡々と作業するよりも今向きますからねっていうふうに言った方が丁寧でしょ。なんないだろ絶対。うん？すごいメルヘンな図になるよ。どういうこと？何？うわ焼き芋今年初食べんの。そう。ね、そうなんか。そっけ。ん？毛繕いしてんじゃないんだからさ。取れないの？一気に剥けないの？これ。ペリペリペリっていう風になんかこう。無理無理無理。そんな風にいかないよ。スルッと剥けないもんかね。スルッ、剥けないよこれ。もういかん食べちゃってこれもう。これいかん。いただきます。食べていいですか？え、いや大丈夫皮。え、じゃあ剥きます。みなちゃんやっぱその皮んかぶったままでも結構大丈夫なタイプ。どこってかぶるって何。かぶってはなくない。何その表現全然わかんないんだけど。いや、わかんない。どういうこと。いや、焼き芋がね、うん、焼き芋その皮剥かないでそのこれがデフォだから、うん、もうかぶってるとかじゃなくない。あ、そう、うん、いや、その剥かないままでも結構食べれるタイプなのかなって思って聞いただけだけど。いや、まあ、取りたい、剥きたい、うん、剥きたい、うん、ああ全部爪に入る、いいかな。みなちゃん、何そのなんか、ちまちまさ、皮剥いてるとこ申し訳ないんだけどさ、何そのさっきも言ったけど、うん、せっかく焼いてくれてんだから、うん、早く食べないと冷めちゃう。分かったよ、私だって食べたいなと思ってるよ、もうこれ取れないから皮でもなんか取らないで食べようかなと思ったらなんか取った方がいいとか言うから。うまいうまいうまいっす。何でもよかった。おいしいおいしい。ちょっとあのね、りなちゃんがまああのしびれを切らしてね、うん、あのちょっとあのかぶりついちゃいましたけど、うん、めっちゃ美味しい。やっぱちょっと立派なね焼き芋を目の前にしたら、うん、何さっきから待ちきれなかったのかな。ちょいちょい表現が気になるんだけど、何そ焼き芋に対する表現。あ、前見えねえ。前見えないじゃなくて音が聞こえてればいいの、うん、私の声が聞こえてればいいんだけど、それ何それ何。ずっと立派って言わなくない？いや、何ずっとサイズの話だよ。サイズが立派？うん、サイズがすごいさ、うん、立派なさ焼き芋じゃないですか。なんかそう食事に適する言葉じゃなくない？ずっと何のデータベースから言葉選んでんの？ずっと。でどうなの？なんかそう上品な甘さっていう風に書いてあったけど。うん、うん、めっちゃね、うん、甘い、すごい甘くて柔らかくて、うん、甘みがあるんだ。めっちゃ甘い。美味しい。なんかお砂糖とかかかってんの？それかかってるわけないじゃん。なんだからそれなのにね、焼き芋が甘いんですよ。この甘いってすごくない？シルクスイート、うん、本当に確かに上品って感じ。すごい柔らかさも、うんうん、めっちゃ柔らかい。すごい美味しい。焼いただけとは思えない。本当めっちゃ美味しい。いやでもなんかさ、はい、昔さ、うん、その石焼き芋をさ販売してる車とかさ、うん、通ってなかった？あー、ありましたね。で、うんうん、なんかあんまり最近聞かなくない？あー、確かに、うん、石焼き芋ってね。そうそう、うん、どんなんだっけ石焼き芋ってね。なんか地域によって違うのかな。え、だいたい石焼き芋ってじゃないですか。どんなんだっけそれ。石焼き芋ってやつ。リナちゃんとこそんな感じだった？石焼き芋、だいたいこれでしょ。マジで？これでしょ。俺んとこはね、うん、石焼き芋
芋だったわ。それお芋省いた。同じ。省いたの。リナちゃんとかもそれ同じだった。同じ。どんなやつ。おねえ。しやけもお芋だよ。やめ。もうやめて。そう。もう芋買えるのかなと思って人来るでしょ。そういうのでさ買ったことある？ありますよ。嘘。やっぱそういう時のなんか思い出話みたいに聞きたいわ。やっぱ急に？当時の、その俺たちがやっぱ出会う前の話なわけじゃん。うん。うん、だからなんか焼き芋に対してなんかどんな思い出あんのかなって気になるじゃん。焼き芋の思い出？うん。僕らないよ焼き芋屋さん来たなと思って家出て、うん。で焼き芋くださいって言って買って、うん。帰る。うん。で食べる。その時なんか音楽とか流れてたの？音楽って何？音楽？だからその車からなんか音楽流れてたの？だから石焼き芋、お芋、それのこと？そんな感じだった？そんな感じって何？じゃないの？地域によって違うのかな？何が？だからリナちゃんとこどういう感じだった？だから石焼き芋、お芋。石焼き芋、お芋。石焼き芋、お芋って感じ？うんうんうん。俺んとこはね、うん、石焼き芋。お芋同じだよ。だから同じだの。それ何が違った今の。いやなんかりなちゃんの地元なんか棒読みじゃなかったよ。急に歌ったらびっくりするでしょと思って。配慮してんのにさ、何？えだからその時でなんか その時のなんか思い出とか聞きたいよ。思い出だからないっつってんの。今ないっつったじゃん。だからさもうやめてって。ないもの取ろうとしてもないから。もうやめてくれる？ねえよ石焼き芋買って思い出なんて。金払って芋をもらって食うんだよ。そんだけないよ。何も起こらないよ石焼き芋さん。いやいや、じゃあだからその街をさ回ってるわけじゃん。車がね、で音楽が聞こえてきて、うん、あ焼き芋売ってんだと思って、うん、家出てさ、うん、買いに行ったんでしょ。そう、その時のそのなんか思い出だからねっつってんだよ。何ずっとだからないって。覚えてないからないです。面白いこととかないです。何？いいよ、そのちょっと待つから思い出す時間とか作っていいから。ないって、なんだ。なんかちょっとおまけしてくれるとか、なんかおじさんがなんかちょっとじゃあ大きいの入れといたよみたいなとか。え、みなちゃん、おじさんにおまけで大きいの入れてもらってたの？何それ。そう言ったけど何？大丈夫。何が？それりなちゃん何歳ぐらいの時の話？20歳とか。何？思い出したらそんなこと言われるの？20歳。今の話ね。おー、何すげえ。大事なとこ省かないでくれる？すげえ話だ。最近の話してんだけど。あ、りなちゃん、最悪。聞かせてくれてありがとう。最悪。思い出しやったのよ。はい、というわけでね、ちょっとりなちゃんがね、うん、ちょっとあの食べるの遅すぎて良くなっちゃいました。違う、もたもた探してっから場所。ああ、早く食べたかったのにさ、うち。まあでもね、あの美味しい焼き芋食べれてすごい良かったんじゃないかなと思います。まあ美味しかったです。はい、ということでどうだった？ちょ今日のデッド点数つけてみて、何点ぐらいだったかなと思って。うん、まあ焼き芋すごい美味しかったです。甘くて、うん、好きなんでね。なんかちょっと懐かしい気持ちもね、うん、なんか呼び起こされるような ね、 あ、確かにね、なんかいいデートだったんじゃないかなと、うん、思いますけども、だからなんかすごい場所探すのに時間かかってたんで0点です、うん、クソが。いや、いいでしょ。焼き芋って歩きながら食べたりするもんでしょ。寒いからあったかいもの食べたいなと思って買うもんでしょ、焼き芋ってさ。ほな、なんか冷めちゃうんだよね。わかる？大事なの、そのあったかいうちに食べたいの。常識とかねえのかなってちょっと今思っちゃったんですけど。いや、その普通にね、なんか道とかだったらさ、人の邪魔になったりするじゃん、うん、そういうところで。じゃあ道の端っことかで人くぐるたびにさ、ちょっとりなちゃんちょっとここどことかさ、やった方が落ち着いて食べれないんじゃないかなと思って、うん、その優しさでりなちゃんがその一生懸命集中して食べれるような美味しさを素直に感じられるようなその環境で食べさせてあげたかったから、そういうなんかあんまり邪魔にならないような場所を選んでやったのに、それにもかかわらず、食べるのにめちゃくちゃ時間がかかるという。そもそも集中して食べれたんじゃないのみたいな。そもそも邪魔される要因全く作らないような場所を選んだのに。そもそも人通りが少なかったの。そもそも人通りあんまいな少なかった。人も見なかったよ。次のデートもっとりなちゃんに点数つけた方がいい。また頑張ろう。そもそも人がいなかったって言ってんの。はい、
そもそも、またね、また別のデートね、一緒にね、行けるなと思います。バイバーイ。いい、もうやめて。